こんにちは、ゆっくり店長です。ついにやってきました。あの街って天国はずの小田急線。その中でも若者に人気の街、下北沢にやってきました。古着に劇場、百名店のラーメン屋に、カレー四天王など、人気スポットを20カ所紹介。少しでも面白いと思ったら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では、行ってみましょう。まずは駅ビルから。2019年に開業したショッピングモールがこちら。下北上。ショップリストはこちら。おっと、ユニークなラインナップ。生活雑貨や、カフェ、居酒屋などを中心に、16店舗あります。こじんまりとしているため、他のターミナル駅のような、食品スイーツメインのデパ地下や、アパレルショップなどはありません。他では見られないお店が多いのが、実に下北らしいですね。西口に出ました。下北沢といえば、グルメですよね。カレーに、ラーメン、スイーツなどの人気店がひしめいています。そんな中、まず紹介するのが、グルーグルの口コミ数が500件超えのハンバーガー屋さん。ヴィレッジヴァンガード、ダイナー、下北沢。ヴィレッジヴァンガードって、まるで雑貨屋のビレバンみたいな名前って、あのビレバンかい。飲食もやってたんですねー。まあ、ポップを作るのがうまくても、雑貨屋がハンバーガーなんて、100名店だと?舐めてました。申し訳ございませんでした。口コミも高評価がとても多い店舗となっています。確かに美味しそうですねー。下北といえば、古着ですよねー。そんな下北を代表する古着屋さんがこちら。ウィーゴ、ヴィンテージ、下北沢店。いやいや、ウィーゴって、あの、有名ショップでしょ。なんで古着?と思いきや、こちらのヴィンテージ下北沢店は、通常のウィーゴと異なり、古着中心の店舗。しかも、品揃えが豊富で、古着初心者でも選びやすいラインナップとのこと。お値段もお手頃で、Google の口コミ件数、100件超えの人気店です。続いては、下北で超人気のパンケーキ屋。フリッパーズ、下北沢店。人気商品は、奇跡のパンケーキ、メープルバタークリームがついたスフレパンケーキは、ふわとろ食感で、素材本来の味わいが楽しめるとのこと。パンケーキブームは健在のようです。下北はライブハウスも有名ですよね。そんな中、カフェもやっているライブハウスがあるそうです。なんかゲジマユのロゴがおるー、と思ったら、目的のお店の看板でした。こちらが、そのお店。コムカフェ、おとくら。食べ物は、オーガニック野菜を使っており、美味しいだけでなく、体に優しいお料理。ライブを聞きながら料理を楽しめるとのこと。お店は地下1階ですが、この音柱がいればすぐわかりそうですね。そんなおとくらの正面にあるのが、下北の観光名所。東洋百貨店。外観の癖強ー。さすが観光名所。このタモさんみたいな電車。味があっていいですねー。と思ったら目があったのでサメでした。ここでは、古着や雑貨屋など、20以上の店舗がひしめき合っています。下北の雑多な雰囲気も楽しめるので、初めて下北に来る人は、ぜひ来たいスポットですねー。続いては、お茶の有名なかき氷店。下北茶園、大山。名物は、マスコミにもたびたび取り上げられている、茶師十段のかき氷。日本で15名しかいないと言われる、茶師十段の本格的な抹茶かき氷が楽しめるんだとか。日本で15人だけとか。かっこよすぎるー。12脳なのでこんな感じで脳内再生されています。なお、2021年9月に、下北線路外空き地のすぐ近く移転予定とのこと。下北線路外空き地?詳細は後ほど行くのでお楽しみに。下北沢を代表するグルメといえば、カレーですよね。毎年10月には、カレーフェスティバルというお祭りが開催されているほどです。今回は、そんなカレー激戦区下北で有名なお店を、4店舗選出、勝手ながら、カレー四天王と名付けて紹介しちゃいます。まず、1人目がこちら。
路地裏カレー、侍。人気メニューは、チキンと1日分の野菜20品。野菜をふんだんに使ったスープカレーで、女性に人気とのこと。Google の口コミ数が800件超え、駅から遠くても、行列がよくできるそうです。続いては、ちょっと変わった古着屋さん。ニューヨーク、超。幅広いジャンルの商品が、低価格帯で購入できると人気のお店です。なお、もともとは銭湯だったこちらのお店。店内の床は、銭湯のタイル張りとのこと。入浴場をリノベーションして古着屋だなんて、活かしてますねー。看板もおしゃれな雰囲気で。待てよ。入浴場、入浴場、入浴場、ダジャレさえおしゃれー。続いては、外観がおしゃれなハンバーガー屋。バーガーズ東京。バイエー。壁はガラス張り、椅子はスケボー。2階の天井は高く、開放感があるとのこと。さすがおしゃれな街、下北。お店で食べれるハンバーガーは、肉感たっぷりでジューシー、ポテトはサクサクで美味しいとのこと。これは、インスタ中ホイホイですねー。続いては、食べログの100名店に選ばれているラーメン屋。順手打ち、麺と未来。人気メニューは、特製塩ラーメン。特徴である麺は、うどんのような見た目と食感。スープは旨味が濃厚で、最後まで飲み干せるとのこと。なんと、あのミシュラン、ビルグルマンにも選出されているんだとか。ビルグルマン。ふふふー、知らないのであれば、教えてあげましょう。ビルグルマンとはミシュランがおすすめする安くても良質な食材を使用されていて価格以上に満足できるお店、といううんちく好きなやつって友達いないよね。皆さん、下北のイメージってどんな感じですか？古き良き文化が残る、こんな感じでしょうか？しかし、最近はどんどん生まれ変わっていっています。続いては、先ほど、下北茶園大山さんの時に紹介した、今注目のニュースポット。下北線路街、空き地。2019年に、小田急線線路跡地を利用してできた人気エリア。期間限定で、いろんな飲食店が出店しています。ミニステージがあって、週末には無料の音楽イベントなど、様々な催しが行われています。イベント時には、キッチンカーが並び、毎週末がお祭りのようなんだとか。芝生の生えた広場もあり、子供たちの遊び場にもなっているようです。土管が3つって、ドラえもんかな？そういえば、下北茶園大山さんの移転先は？下北線路街空き地の正面にありました。こちらが、2021年6月にオープンした新名所。リロード。カフェやカレー、ハンバーガーなどの飲食店をはじめ、アパレルショップ、雑貨店など、全24店舗からなる商業空間とのこと。ショップリストはこちら。下北茶園大山さんをはじめ、どこもおしゃれで魅力的な店舗ですねー。これから人気のおしゃれスポットになる雰囲気がムンムンです。ただ、まだ活気はあまりないですねー、と思ったら明日オープンでした。ぐぬぬぬぬ。活気が出てきたらまた来ます。いよいよ、カレー四天王、二人目の元へやってきました。四天王の中で、唯一 Google 口コミ数が1000件超えの人気者。マジックスパイス、下北沢店。これまた外観の癖強。こちらのお店、札幌発のスープカレー専門店。あれ、札幌って、東南アジアの都市だっけ？と勘違いしてしまいそうな外観ですが、本格的なスープカレーが堪能できるとのこと。辛さを選べるのですが、その表記が独特。下から、覚醒、瞑想、悶絶、涅槃、極楽、天空、虚空の7段階。なんかブリーチを連想する中二ネーム。ただ、テンション上がって虚空を選ばないように注意してください。ホームページによると、最強真宇宙共感覚覚醒。口コミによると、次の日お尻の穴が挽回するそうです。続いては、Google の口コミ数が700件超えのラーメン屋。なんと、トンネルズの皆さんのおかげで下の人気コーナー、北ナシュランで取り上げられたこともある有名店。認定。チャーハンとラーメンがセットになった、ラーちゃんが人気メニュー。驚くべきは、このチャーハンの色がピンクなんだとか。創業は1964年で、かつては、ザ・ブルーハーツのボーカル、河本ひろとさんや、俳優の松重豊さんが、アルバイトをしていたお店としても有名。下北沢を語る上では欠かせない、レジェンド的なお店です。
劇場が多いことでも有名な下北沢ですが、そんな中、演劇の聖地とされているのがこちら。本田劇場。テレビや映画で活躍する、有名な役者さんが出る演目も多いとのこと。演劇ファンでなくても、足を運びやすいですね。口コミによると、周辺の飲食店で出演する俳優さんたちと遭遇することもあるんだとか。さすが、下北ならではといった感じですね。続いては、先ほどの下北線路外空き地と同じく、小田急線線路跡地を利用してできた、ニュースポット。ボーナストラック。2020年にオープンした、こちらのエリア。飲食店や物販店をメインに、シェアオフィス、シェアキッチンなどもあるんだとか。見どころはなんといっても、個性的なお店の顔ぶれです。まずはこちら。発酵デパートメント。日本全国、世界各地の発酵調味料をはじめ、漬物、酒、発酵茶などを購入することができます。さらに、それら発酵調味料を使ってアップデートした食事を楽しめるんだとか。ちなみに、冷やし中華が進化すると、エキゾチック冷やし中華。フレンチトーストは？冷やしフレンチトースト。おしゃれすぎておじさんはついていけません。続いては、店名が魅力的なこちらのお店。胃袋にズキュン、離れ。おつまみ系の焼き菓子と、少量生産の珍しいお酒を提供しているんだとか。どれも面白いお店ばかりですね。ちなみにズキュンと聞いてこんなのとかこんなのを想像したあなたは私と同じくモンキーです。続いては、世田谷代田から徒歩3分。いやもう下北じゃないじゃん、と、世田谷代田民から怒られそうですが下北沢で紹介されることが多いお店なので世田谷代田はまず知名度を上げてください。以前、吉祥寺でも取り上げたあのお店があります。白ひげのシュークリーム工房。看板商品は、トトロの形をしたシュークリーム。食べるのをためらってしまいそうな、可愛らしいシュークリームは、一つ一つ手作りのため、実は若干表情が異なるんだとか。店構えからして、どこかジブリ感が漂っていますね。ちなみに、2階はカフェになっており、トトロシュークリームはもちろん、パスタやピザなども楽しめます。さらに驚きなのが、こちらなんと、食べログのパン100名店に選出されているんだとか。シュークリームだけでなく、パンも一級品とか。さすが下北。続いては、40年以上の歴史がある、老舗ライブハウス。下北沢ロフト。サザンオールスターズやミワなど、数々の有名アーティストがステージに立ってきたことで有名。アーティストと観客の距離が近く、一体感のあるステージを楽しめるんだとか。ちなみに、タモリさんの東京初ステージもこことのこと。まさに、伝説的ライブハウスですね。それではいよいよ、カレー四天王の最後の二人を紹介します。まずは、30年以上地元で愛され続けている、こちらのお店。北沢カレー食堂、那須親父。親父？と、店名に引いてしまいそうですが、侮ることなかれ。店主は、以前吉祥寺で紹介した有名店、あの豆蔵の出身。人気メニューは、全部の具が盛られているスペシャルカレー。野菜の甘みと肉の旨みが溶け合った濃厚なルーは、まさに絶品とのこと。内装はレトロな雰囲気で、BGM にレコードがかかっているんだとか。下北の古き良きお店ですね。四天王最後の一人は、大阪でブームになっている、大阪スパイスカレーの火付け役。大阪スパイスカレーと、カレー素人の私はピンときませんが、なんと、3年連続で食べログの100名店に選出されている超実力店。さらに、下北沢の食べログランキングで総合1位とのこと。これは期待できますねー。と思ったらしまっとるー。こちらが、旧ヤム亭、下北荘。人気商品である3種類のキーマカレーは、繊細で奥深い味わいとのこと。なんと、カレーの種類が毎月変わるんだとか。それなら何度来ても楽しめそうですねー。さすが超人気店。いやあ、昔ながらのお店から、線路跡地のニュースポットなど、新旧入り乱れて面白い街でしたねー。線路跡地はまだまだ発展途中なので、今後さらに発展したら、また動画を撮りに来るつもりです。もし、他にもこんないいお店がある、街を回ってばっかいないで店に金を落とせぼけ、など、コメントいただけると嬉しいです。また、この動画が少しでも面白いと思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録をお願いします。
今度は小田急線の成城学園前を取り上げる予定ですので、よかったらまた見に来てください。それではまたお会いしましょう。